はい、皆様こんにちは、赤べこです。今回もちょっと雑談していこうと思います。ゆっくりしていってください。よろしくお願いします。相変わらずね、話題はダンレボのネタばっかになるんですけども、ちょっと近況報告します。最近撮った曲は、まずビターチョコレートストライカー、ダブルエクスパートのレベル14、緑色の矢印が大量に出てくる、めちゃくちゃ苦手な曲で、なんとかフルパーフェクトを達成しました。苦手だからといってね、ちょっと避けたくなかったので、パーフェクト数43とちょっとね、どうしても苦手なので多めになっちゃったんですけど、僕の中ではちょっと成長できたかなと。あとはですね、新曲の、Easy Peasy という曲がありまして、これのダブルとシングルのエクスパート両方ともフルパーフェクト取れました。個人的な感覚なんですけど、皆さんからしたらもう簡単かもしれないですけど、個人的な感想は、レベル14の中では結構難しい部類に入るのかなと感じました。レベル15のですね、入り口といいますか、15に向けての練習曲になるのかなっていうぐらいの難しさを感じました。ノート数も500弱と結構多めになりますので、やっぱ難しい部類かなと自分的には感じました。皆さんはどう感じましたかね。ちょっとわかんないですけど、あとはゼノンの、ダブルエクスパートレベル13とか、ハンズアップインジェアの、ダブルエクスパートレベル13とかですね、この辺をフルパーフェクトとっております。はい、ダンスダッシュスターダムは、本当に気まぐれに解禁してやってない曲を、穴埋めじゃないんですけども、プレイしてっております。全部普通のレベルで、やって、90% 超え、90点超えを目指してプレイしてってます。時々ね、激しく動いたりして、体を動かすのを楽しんでプレイしてます。あとですね、ちょっと別の音ゲーになっちゃうんですけど、ホームにミュージックダイバーという新しい機体が入ったので、ちょっとプレイしてみました。面白かったですね。バチを使ってプレイするスタイルで、機体のですね、そのプレイ画面の縁と画面自体をポンポンと叩いてですね、タイミングよく叩いていくという音楽ゲームになってました。結構面白いんじゃないですかね。ちょっとなんか太鼓の達人的な感じには感じたんですけど、あまり強く叩いちゃうと画面がね、割れちゃったり傷ついちゃったりするので、力を入れないように気をつけてプレイはしました。本当軽く触れるだけで反応してくれるので、そんなに力を入れなくても普通に反応はしてくれるのでね、優しく優しくプレイしてあげてください。他の人たちもね、プレイしたいと思いますのでね。あとは体調の方なんですけども、ちょっと喉風邪をひいちゃいまして、あんなね、健康に気をつけましょうなんて音声出した直後に、ちょっと体調崩しちゃいまして、今もまだちょっと喉痛いんですけども、喉っていうのがちょっと怖くて、コロナじゃないかなっていう恐れもあって、そのまま出勤したりするのも怖かったりと、いろいろちょっとありまして、抗原検査キットとかに自主的にやったりして対応してたんですけども、もう少し治るまでは時間かかりそうで、とてもね、仕事休めないので、大変なんですけれども、本当にね、今自分がなった手前、説得力ないかもですけど、皆さんはね、体調崩さないように本当に気をつけてください。気温もね、非常に低いし、乾燥してますからね、喉がやられやすいので本当に気をつけてお過ごしください。あとはそうですね、今ダンレボとか他の機種とか全部でやってるイベント、解禁イベントみたいになるじゃないですか。すごい長い期間、あれは全然まだ行ってないですね。他の機種もやってみたんですけども、なかなか進まなくてすいません、ちょっともうしちゃいました。なので、そうですね、やっぱり、やりたい機種を気まぐれにというか、好きなものを
やってればいいんじゃないかなと僕は思います。はい、あとはですね、そうだなぁ、あ、そうだ、ベンコインプレイについてちょっと触れます。これね、ネガティブなんでね、ちょっと触れようか悩んだんですけども、炎上しちゃいそうな気もするんで、まあ賛否両論なのは覚悟してますし、持論なので別にそうせえという意思ではないんですけど、そうした方がいいんじゃないかなというご提案ですね。ちょっと喉も痛いのでね、手短に済ませますけども、まあ、横でやってて思うのは、僕のホームの環境で話しますね。隣接環境で2台ある状況です。金色の筐体が、はい、もうぴったりくっついてる筐体ですけどね、はい、それで、例えば僕自身がまあプレイしていて、隣の空いてる筐体にもう一人プレイヤーが来ました。で、僕はその2台埋まってる時に、自分が終わった時は1回台開けるようにしてるんです。どこで待ってるかが見えないし、見に行かないとやっぱり、で、やっぱ10秒ぐらいは開けとかないと、もしかしたらスイッてやる人がいるかもしれないっていうのが、昔なんかそんな流れがあったんですよね。なんか暗黙のルールみたいな。で、他の隣でやってるプレイヤー見てても、そういう様子がないんですよ。確かに待ち席は一箇所設けられてるんですけど、そこで待ってるとは限らないんですよね。で、他の場所で待ってる場合、その筐体の上からだと見れないんですよ。柱の影とか筐体の影とかになっちゃってて、それなのに本当に 1,2 秒しか振り返らずまた入れてやってるから、で、しかも2台とも埋まってる状態でですよ。で、これが片方空いている状態だったら全然何も思わないんですよ。要は片方空いてるからやれるじゃないですか。やれますよね。自分が片方で連行にしたとしてもプレイできるじゃないですか、空いてる方で。だから全然いいと思うんですけど、両方埋まってる状態で終わった時は一旦台から降りないとダメだと思うんですよ。荷物をまとめるの確かに大変かもしれない。すごい大量にね、汗拭きタオルとか持ってきて、このでかいカバンとか持ってきたりしてる人もいるんで、わかるんですけど、だそういうところもちょっと気を使った方がいいんじゃないかなって。すごいね、ドキもしないし、後ろもほんとチラ見しかしない人が多いんですよ。僕のね、プレイ動画にも何人もそういう姿が奥側の筐体に映り込んでるんで、どの動画とは言いませんけどね、見ればわかります。はい、レンコイン思いっきりしてる、もうチラ見しかしないでバシバシ入れちゃってる人がいますんで、個人的にはちょっと印象が悪いかなと。僕本当に2台埋まってて、自分が終わった時は後ろまで筐体離れて確認しに行ったりしてますんでね、いないかなって、いたらね、やっぱりやらせてあげたいですし、それでね、譲らなかったからってこうなんか陰口叩かれたりしたら自分が損じゃないですか。そういうのを考えれないのかなって思うんですね。確かにうちのホームはプレイする人数とか頻度とかは低めではある。だからその店によって、頻度とかはありますから、変えるのはまあ100歩譲っていいとしてもですね、なんか全部の筐体が埋まってる状態の時に1回も開けないで、しかも1、2秒しかチラ見しないでバーンって入れるのはちょっと違うんじゃないかなって僕は思いますね、個人的に。まあ、昔ながらのあれで、まあ、今はそんなね考えないかもしれないんですけど、はっきりとそこで待ってくださいっていうルールがあればいいとは思うんです。張り紙とかしてあって順番表とか書いてね、そういうお店もありますよね。だからそういうお店はいいと思うんですよ。名前書いてあるから、で、終わったら消してっていうスタイルなんで、それはわかるんですけど、別にどこで待つようがいいと思うんですけど、で、レンコインもしませんよね、そういうお店だったら。
次に待ってる人も分かるわけですからね。だからそういうところは自動的にこうプレイヤーが下がる、引き下がるようになるんですけど、僕のホームみたいにそういうのが全くない、椅子がポンって置いてあるだけっていうところは本当にレンコインしやすいんですよ、片方空いてればいくらでもやってていいと思いますよ。空いてる方に入れるんですから、だからね、そういうところのなんかプレーマナーというかモラルというか、それが、ちょっと低いプレイヤーが、僕が確認してるだけで、4、5人います、うちのホームには。名前は言いませんけど、で、なんだろう、まあ、必死なのは分かるんです。一生懸命やる、クリアしたい、分かるんですけど、ちょっとは開けた方がいいと思いますね。印象が非常に悪いです。はい。まあ、個人的な意見なんで、まあ、誰も聞いちゃいないかもしれないですけどね。こういうふうに思ってる人もいるよっていうのは、ちょっと知ってもらいたいかなと思って、まあ、少し触れてみました。そんなに急いでやらなくても筐体は逃げませんよ。それに あなたのプレースコアは残りますよ、ちゃんと、順番待ってやったとしても大丈夫です。なのでもう少しね、心にゆとりを持ってプレーするように僕自身も気をつけていこうと思いますし、皆さんもお互いに気をつけて楽しくお互いにね共有してプレーしていくようにしたいところですね。僕も気をつけます。というわけで今回の話は以上です。今回もご視聴いただきどうもありがとうございました。よかったらですね、私のチャンネルの動画をもう一本見ていていただけると嬉しいです。チャンネル登録するかしないかはお任せしますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。赤べこでした。